動画をご視聴くださいましてありがとうございます。今回の後編の動画では船を船小屋に引き上げる映像を撮ることができましたので、それをお届けしたいと思います。前回はね、船を出すシーンを見ることができましたが、時を同じくして今度は船が帰ってきまして、それを引き上げるというシーンです。下がるところちょっと見させてもらっていいですか。京都府舞鶴市のタイの港ですね。日本海に面して砂浜が広がっておりまして、その砂浜に、船屋がですね、まあ、船小屋とも言いますが、長さ100メーターぐらいにわたって連なっております。おそらく築100年近い船屋も多数あるのではないかと思われます。前編の動画では今見えている船の出航シーンを撮影いたしました。今回はこの奥の方ですね、今ちょうど矢印のところにある船屋に船を引き上げるシーンをご覧いただくことができます。引き上げ作業はですね、なかなか一筋縄でいかなくてですね、時間がかかったので、ところどころ6倍速ぐらいの速さにしてお届けしたいと思います。一生に何度も見るようなシーンではないのでね、じっくりとご覧いただければなと思います。このワイヤーで船を引き上げるんですね。4月頃から船出してなかった、今日初めて出したんです。あ、そうなんですか。エンジンの皿をこうたもんやで。今回が新しいエンジンというのは初の出航だそうですね。沖合でエンジンが停止してしまったらもうシャレにならないということで試運転をしてきたということでした。船屋の奥からコロを取り出してきて船の引き上げに取り掛かります。これがなかなかうまくいかないんですよね。
見簡単そうに見えるんですが、なかなか位置取りが難しそうですね。もう二人おったら、うん、簡単に。あ、もうこれ合わせて持ってったらいい。うまいうまい。この船よく見てみると木造船ですね。てっきり FRP だと思ってたんですが、昔ながらの木造船、その上に釣り竿とかね、船乗りの道具が簡単に積まれておりますね。隣の倒壊した船屋の船ですが、これはね、高潮で今の位置まで出てきたらしいですね。もっと奥に本来は、置かれていたそうです。波の影響ってすごいんですね。もう90も越したから。 90? え 90? 92や。
うん、全く見えないですよ。こんな日やな、撮ってできん。あ、もう物持つのはなかなかかなわ。あ、どういうものが取れるんですか。アワビとな。あ、それからサザエと。あ、この場合でやめてきました。いいもの見せてもらいました。ありがとうございます。いやいや、どっから来とってんの。いや、埼玉から来ました。埼玉から。埼玉、うん、海賊と言われた男で、うんうん、あったやろ、ね、うん、ここでやったん。あの向こうに、うん、ほらペタペタ貼ったりやろ。はい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 、はい、あの、うん、途中の屋根の、うん、屋根の、うん、あれがそうや。あのこれをメインに撮ったんや。あ、そこから溢れ出して、うんうんうん、そうやって2年続けてきたら、うん、撮影するに、あの、なんていうの、そこにブリが山ほど積んだったりで、ね、ここへポイと船出したら、うん、晩のおかずがないでいて、夕方、うん、4時頃から1時間ほど釣ったら、このここはでも20や30のこんな大きい、うん、あれが釣れた。あの、うん、うん、今はもうおれへんわな、うん、たまにここで投げては釣っとるが、うん、こまい、うんうん、だから実は昔は何ぼでも釣れたけど、うん、南風で台風やったら こんなとこでもこのベタベタや。やっぱり西から北から西へかけての台風が来るとかなわない。まないな、うん、この奥まで全部船を釣るんやで。あ、え、船はな、その上からこう台を釣って、あ、うん、前をバーッと上げて、それで高潮を防いでるんだ、うん、はあ。奥まで入る。最後に少し集落を歩いてみます。タイの集落をね、上から眺められる場所に行ってみたいと思います。海に注ぐ小川、とても癒しの光景ですね。まず船屋の裏側を見に行きました。砂浜側はね、よく確認しましたので、まあ裏側、まあ、どっちが裏でどっちが表なのか定かじゃないんですけれども、こっち側も見ておいた方がいいかなと思いまして、船を引っ張り上げるワイヤーというかリールというかね、その機械が今錆びついて見えてますよね。船屋自体も倒壊が始まっていて、うん、
やはりここはね、一刻も早く見ておくべき場所ですよね。これが20年30年と長続きするような気がしません。船がね、こういうふうに収められているシーン、光景はね、今目に焼き付けておくべきでしょう。はい、船屋はさっき、ね、あちらの方向にありましたね。では高台に登ってみます。これがタイの集落の、まあ、路地裏ですね。蔵が見えますね。坂を登っていきます。道を外れて山に登ってみると、これね、面白いんですよね。金色の金属を貼り付けた蔵が見えますね。金色の蔵って私ここで初めて見ました。近寄りたかったんですけど、道がどこだかわからなくて。はい、タイの集落です。これでこの動画はおしまいになります。今回もご視聴くださいましてありがとうございました。